今回のタイトルが賛美塚前アンドナウということでして、まあ、その時それは賛美塚闘争が起こった時なんですけども、そこから現在に至るまでどういうふうに今もその闘争が続いていて、でも人々の記憶から忘れ去られているか、それをどうやって写真を撮ることで、まあ、表現しようかということを考えて今回の展示になりました。ただ写真を展示するのではなくて、そこに、空港に実際に置かれている壁やフェンスを、まあ、イメージして展覧会の中にフェンスを立てて、そこに写真を展示し、ただその飾られている写真は現在の風景なので、その当時の闘争が起きていた一番動いていた時代の痕跡はあんまり写っていない、ほとんど写っていないですね。その時に、まあ、当時使われていた言葉スローガンを過去の写真から抜き出して、それを白い壁に展示しましたが、実際にその普段自分たちが見る、僕たちが見る文字よりもちょっと強いフォントとかあったりすると思うんですけども、それもこう白い壁に少しだけちょっと変化を、違う白色の文字にしてライティングをして、ちょっとこう落ち着かせて点にしているので、ぜひゆっくり見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ディグアップ